爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがですか。ジョン・カビラです。解説は長谷川健太さんを迎えてお送りいたします。長谷川さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。エキシビジョンマッチをお送りいたします。本日の対戦カードはハンガリー対エジプト。国旗の色をあしらったユニフォームをまとった選手たちが入場します。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはハンガリー、ホルザス、ニクドスペレイ、イーメシュ、ヒロント、ダルガル、ハルガル、コルコス、フルムカ、シェベル、マチュル、キラミ。続いてエジプト、エウサイオ、エウサカ、イブラウム、アサイオ、カモーラ、ラムシ、パシャル、イブラウム、サイオ、ガドラ、カレン、サイオ、ホズミ、ハッセン。試合開始の笛です。画面に向かって右にエンドを取ったエジプト、反対側左にエンドを取ったハンガリー。センタリング空中戦。これは気をつけないと。イブラウム、サイン、中へ上げた。これはピンチ。折り返す。芝の香りもかぐわしいドリブル。スペースを埋めないと。中へ放り込む。放り込んできた。突如としてトップスピードに乗ります。マチュー、カレン、サイナ、シュート。コーナーキックです。横にそれてしまった。ジャンプ。フリーにさせてはいけない。スローインです。前半15分カット。ここで折り返す。トルコス。これは危ない。おお、誰もいない。ホルザス。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。ここです。守備のギャップをうまくつきましたね。イブラウム・サイー、
ウレスをかけます。スローインです。ラムシ、ハッセン、ドリブルで上がる、シェベル、スローイン、マドン、コーナーキックを得ました。いいメッシュ、コーナーキックになります。さあセットプレー、何をやってくるのか。高さがあるので気をつけなければいけませんね。さあどちらのボールになるのか。ホルザス、これは決めて欲しかった。ホズミ、マークにつけます。スペースを埋めます。イブラム・サイード、ナイスセーブ。いいメッシュ、オフサイドの網にはかからない。折り返した。フロント、ハモール、抜かれた。クロス、前半戦終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対0、ハンガリー1点リードしています。さあ長谷川さん、はい、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、サイド攻撃にもっと意識を配ってほしいです。はい、どうもありがとうございました。それでは後半戦ゆっくりじっくり参りましょう。さあ後半戦が始まります。ホルザス、これは危険だ。わからない。危ない。中に下がってきた。おっと奪った。後半10分が経過しました。ヒロント、ヘッドパス、これは気をつけないと。高さ、ホルザ、ハッカー。さあもう一度見てみましょう。底知れない潜在能力の高さがうかがい知れるシュートです。ラムシ、これはピンチ。
カー上げた。ヘッドでいい飯。カットできるのか。ニクドスペレル、スペースを埋めないと。折り返す。ホズミ、ハルマ、遮断なパス交換、ドリブル、ミクノスペレル、コーナーです。これは惜しい。直接狙ってくるのか。中へ放り込む。交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。キーパー正面、これはパスミス。ホルザス、試合時間は75分が過ぎました。ボールを囲んでいきます。これはファールです。ここで選手交代です。ゴールキーパーが味方を鼓舞するように大きな声を上げています。シュート、狙いすぎたようです。ドリブル、キラハッセン、左へサイドチェンジ、ヘッド、カレンサイード、キラム、リターン、ヒロンとエウサカ、スローイン、いっていってドリブル、イブラウム・サイード、カレンサイー、ラドラン、放り込んできた。これはゴールキック、全く枠には飛んでいません。必要なマークをもっとスピードにするべきですね。ここで折り返す。いい飯、ガルガ、イブラム・ハサイン、華麗なドリブル、オフサイドにはならなかった。おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。ハンガリー窮地をしのいで勝利をものにしました。それでは長谷川さん、はい、試合を振り返ってみていかがですか。実にいい試合内容だと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は長谷川健太さんを迎えてお送りしました。長谷川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。